シンゴジラ見ましたよ、六本木ヒルズで。お、見た？見てない。見てない。見ました。見た？見ました。あ、どうでしたか？ゴジラでかかったですね。でかいなゴジラって。硬い感じが。硬い感じな。まあまあ大体俺の言いたいことは松崎が言ってる。そうですよ。内容は内容よく入ってたね、客ね。いやすごい、すごい入ってるよやっぱり。うん、まあ、日本人ね、そうそうね、もう興行収入40億超えたとかね。おお、うん、ね、はい、ちょっとゴジラの真似、ゴジラの真似コンクールでやりますか。はい、はい、じゃあ我が、俺見てないですよ。見てないけど、ね、見てないけどいいですね、うん、大体のゴジラ、ゴジラで、うん、まずだけ。今そんなんだね。うん、なんだった？あれこんなんじゃなかった？有吉さん。おワンワンワンって言っちゃった。見てねえけど違うでしょ絶対。オリンピック名場面。はい。皆さんが感動したシーンをね、はい、送っていただくと。ラジオネーム七ボーイ。FMEA、僕は水泳、うん、萩野選手に感動いたしました。実は僕は萩野選手と同い年であり学校も一緒、練習している姿も拝見したことあります。同い年がこんなに世界で活躍する姿を見ると僕みたいなゴキブリ系男子はますます肩身が狭くなります。とりあえず学校の授業にしっかり出ることから人生を再スタートしていきたいと思います。うん、そうだな。いやすごい。ラジオネーム股関節痛。有吉さん、現在開催されているリオオリンピック陸上棒高跳びにおいて日本選手の荻田選手が、日本代表荻田選手がバーを飛び越える際、バーに自身の巨大なおちんちんがバイーンと引っかかり落下してしまったことを世界中の雑誌新聞が取り上げて、記事の見出しに五輪の夢はペニスで台無しに、敗退したがペニスで世界的名声を得るなどと茶化した文章が載せられたことに対して、荻田選手自身がツイッターで触れ、まさか海外メディアにここまで陥れられるとは思いませんでした、正直きついですがある意味注目を受けているのでそれもチャンスかなと思います、しっかり結果を出して見返してやろうと思ってます。 PS 改めてその映像を見ると自分でも受けると言ってやがりました。おい荻田選手、なんだチンコが当たって高飛びのポールが落ちるって昔の4コマ漫画の落ちかよ。でもそんな恥ずかしいところを世界中の人に見られても全然めげてないのはすごい、あっぱれ。お前の屈強なメンタルと極太なペニスにはこれを差し上げます。月火水木金メダル。何それすごいね、面白いね、すごいですね。まず荻田さん自分で受けるっていうところがいいね、シャレ聞いてるしね、これぐらいやっぱマジ、あの楽しい人だといいね、うん、ラジオネームエモペ。能年レナちゃんことのんちゃんが道端に死んでいたセミを食べているところを見てしまった俺は大丈夫です、絶対に誰にも言いませんと必死にフォローするも、なんでおめえセミ食って何が悪いんだ、言ってみろのんちゃんを逆上させてしまい、これはやばいと思った俺は急いでタクシーに乗り込み、やれやれだと安心していると上空から、おらおら逃がさんぞおめえも食ってやれと大きなカブトムシに乗ったのんちゃんに追いかけられてどういうことなんだよ、すぎるよどこに興奮の要素があるんだよ、これも分かんねえやつだラジオネームラッコフェスタル。吉祥寺のメンチカツ屋に並んでいる人たちは全員ろくでなしブルースです僕は怖くて近寄れないそんなわけねえだ俺あそこ 見たことあるけど、そんなわけないだろ全然おじさんおばさん並んでたよ夕方とか買い食いとかしてんすかね、そうやな、学生たちがな、ね、大丈夫。タイガーパカット。長澤まさみちゃんの脇汗を丹念に採取し、じっくり時間をかけて冷凍庫で凍らせ、専用の機械で作ったかき氷ならぬ脇氷を作り、こめかみを抑えたい
流行ってるからね今ね、ふわふわのかき氷ね。はい、美味しいだろうな。分かった分かった分かる時あるんだ。ラジオネームゲロデブ、最悪死んでもいいので福原愛ちゃんと石川かすみちゃんに左右から同時に俺の金玉スマッシュしてほしい。一個ずつすごいな。あれなドライブのかけ方変えてな。上下で回転かけてグリッてなるんだ。グリッてなる。縦回転か横回転かみたいな。ラジオネーム満腹亭稲荷、ブラジャーを目に当てただけで誰のブラジャーか分かる特殊能力を手に入れた俺は早速都内某所にあるゴミ収集所に忍び込み、全ての捨てられた尊い使用済みブラジャーを回収する。早速ブラジャーを当て、ブラジャー当てを開始する俺、勝間和代、岩木信子、安藤夏、岩木信子、松島智子、岩木信子、岩木信子と続いたので、プラトーンのような姿勢で泣き叫びた。大ショックだよ。なんだよ。1個ぐらいいいのあるだろうと。永田町でやるからだよ。なあ。あげとくか。パンって。ラジオのケツ出しエッフェルト。ディズニー・ピクサーのような CG を駆使してエロアニメを作るクリエイティブな変態集団、チンコピクピクサーが最新作を作るという。風俗界で巨根なのに ED だと有名だった俺のチンコは、チンコピクピクサーの敏腕ディレクター鈴木京香さんの目に留まり、モンスターズインクならぬモンスターズインポの主役に抜擢。俺は京香さんにチンコを隅々まで触りながらモデリングしてもらい、俺のチンコをアニメにしてほしい。そして出来上がった作品を見て、全部モザイクで見えへんやないかいと盛大に突っ込み、京香さんのおっぱいを叩きたい。周りくどいんだよ。手の甲でパチンじゃないんだよ。バカじゃない。ラジオネーム、カレーは混ぜない。童貞の僕はこのままでは卒業できないと思い、諦めて風俗に行くことにした。熟練の風俗嬢のおかげで手際よくプレイを進めることができ、店を出て、やったついに卒業できたと拳を高く上げガッツポーズをする。しかしそこをたまたますれ違った張本勲に、ガッツポーズの手は肩より上に上げたらいかん、カツだと言われ、僕の30年守り続けた童貞卒業の感動を水の泡にされたい。なんでだよ。なんでだよ。出てこなきゃいいのに。さあこちらから、ラジオネームラッパーザキバチョフ、慶応大学卒業の加山雄三、勉強できない有吉まんじゅう、趣味が多彩な加山雄三はなるいじりだけが趣味の有吉まんじゅう、家族もいて幸せな加山雄三、結婚ご報で今日も一人の有吉まんじゅう、仕事も私生活も加山は神、仕事以外は泥沼底辺暮らし、有吉と比べて加山雄三は最高。Yo! 有吉最高、俺は応援してるぜ、有吉最高、有吉こそ神、私加山も認める有吉、本当に最高、有吉すごい、最高だぜ、なあチンペ、最高です。言わされてんだよ。あチンペさんが言わされちゃって、もう今のラップ歌ったやつ殺す。え、どうだって、あ、ラッパーザキバジョフ、ラッパーザキバジョフ殺す、あ、やべ、逃げて、殺す、逃げて、よ、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、美は乱調にあり、ねえ。ラジオネームですか、
有吉弘行マジリスペクト。 MC もできて大喜利も強い、見れば見るほどしけた面。裏打ちされた豊富な知識とひけらかさない品の良さ、とぼけた面してくだらねえ。頭の回転マジ早い、ありがとう。怪人肝心な時ねマジ噛まない、だけどめちゃくちゃ口臭そう。賢くないとバカはできない、俺たち世代の代弁者、ガールズバーの嫌われ者、それが有吉。よいい加減しろ、乗せて落とし、乗せて落としだよ、本当に。めちゃめちゃうまいじゃん。やっとけよ、そいつ。はい。ションベンやっとくわ。そんなのはないです。ションベンパン。そんなノベリティはない。じゃあこちら、また、ラッパーザキバチョク。すごいな、ほんとに。偉そうに言ってる割に、金玉顔、人に毒舌を吐く金玉顔、視界でうまく回す金玉顔、有吉イコール金玉、金玉イコール有吉だ、汚い顔、余白多い顔、しわくちゃの顔、どこからどう見ても、金玉だ。整形して金玉顔変えろ。イエス、高須クリニックでも行ってろ。よ。俺の金玉超最高。金玉の話じゃないです。金玉の話、金玉顔の話だから。金玉は別にディスってないから。俺の金玉が喋るぜ。金玉が喋る。俺の金玉が今から喋るぞ、聞いとろよ。イエー。俺の金玉が喋るぞ、今から聞いとろよ。イエー。俺の金玉が喋るぞ、今から聞いとろよ。イエー。こんにちは。こんにちは。なんだ、ちょっとだけ出てきて。こんにちはって。なんなんだ。読め。はい、続いて、ラジオネームまた美は乱調にあり。しつこいなお前、もうだって送ってくれ、限定されてるじゃないか毎回最近。もうそろそろだぞ、はい、本当に、美は乱調にあり。ズルむけふにゃちん気持ち悪い、ガバガバアナルも気持ち悪い、ひどいぞ、見た目も思想も気持ち悪い、だから風俗嬢マジでリスペクト、俺はここに断言、有吉マジでモテん、近づく女金目当て、彼に結婚できたところで保険金かけ、飯に毒混ぜ、じわじわと殺して飛ぶぜハワイへ。よ。ただのあの事件じゃねえかよ。恐ろしい恐ろしい、あの毒婦の事件じゃねえか、そんなもんお前。恐ろしい、なんだ毒をちょろ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 入れて俺殺すって。ひどいな、ほんとビワランチョにあるよ、ほんとあれだな、警察呼ぼう。いや、ここに加山さんがいるのに、警察沙汰にしちゃう。加山さん動かすまでもない。はっきり言うと俺のな、はっきり言うと俺のな、携帯はな、いざっていう時警察呼ぶためにあるんだぜ。俺な、俺の警察呼ぶっていうな、意気組み忘れんなよ、バカ野郎。おい、ビワランチョにあり、警察呼んでるからな、すげえ。俺のな、携帯はな、いつだってな、110番にもうセットしてあるぜ。ちょんと触るだけで110番にかかるぞ。ビビってんじゃねえか。すげえビビってる人だ。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。今まで本当にディスしてごめん。本当は有吉のこと大好きだ、サーセン。有吉のいいところ言ってくぜ。いくらでもいいところが言えるぜ。有吉のいいところは喋ることができる。歩くこともできる。走ることもできる。食べることもできる。顔や体がある。いいとこばっかですごいぜ。まあ他の人間もできることだけどな。よ！ありがとう、ありがとう、ありがとうね。いや、先月の。出た、感謝ラップ。ちょっと、迷うな。いや、迷わないでくれよ。うるさいね、キモい。いや、キモくないよ。いや、キモいやろ、鏡あんのか、家に。キモいはキモいだろ。客観的に見て、自分の姿見て。アイドルマスターとか見てんだから、審美眼はあるわけだろ、うん、何が可愛くて何が可愛くないとか。うん、自分のてめえの顔、鏡で見たらどうなんだよ。
キモい。ラップやれよ。ラジオネームエスロー FM 長野。有吉さん質問です。たった今24時間テレビに香山先生と谷村さんが出てきました。これは本物ですか？それとも影武者なんですか？テレビに映る香山先生の笑顔、怖いです。そんなことないでしょ。これはあの実際の香山雄三さんだとは思われま す, そうです、ね、思われますとしか言えない、ね、影武者真実は分からない、いるかどうか分からない、まあ、でもここであれだけ練習されてましたからね、はい、さぞあの伸びやかな声で歌ってらっしゃるいやそうでしょうね、ですけどもね、はい、ラジオネーム騙しやすけしんアリーさん松江の野郎が木にぶら下がってる蜂の巣を見つけて蜂蜜が舐めたくなったのかその蜂の巣をつついたら大量の蜂が出てきてせっかく走ってきた道を U ターンして必死に逃げていますめちゃめちゃバカじゃんどこにあるのあーてててていてよーいてててていて何いてよお前が悪いんだよそんな漫画みたいな、飛び込め飛び込め水にどこいやいや沈んでたけど今東京湾という現状でございます翔英さんのねあの現状もちょっと教えていただきたいですね今のとこ海とラジオの三平有吉さん国産和牛の天敵こと寺門ジモンさん確かにね8月25日のブログに有吉さんと上島さんの微笑ましい写真を掲載してこんなことを言ってやがりましたテレビ番組の収録で有吉くんと一緒になりました。テレビで有吉くんはリュウちゃんに対して冗談でおっさんとかポンコツといじってますが、やっぱり楽屋でも言ってました。かっこ笑い。有吉くん、ツイッターに写真あげてくれてありがとう。ちょいジモンとか言いながら、ピントは俺に合ってる。グー。おい、ジモン。こんなタイミングでこんな記事書くなんてお前いいやつだな。後輩にも先輩にもメンバーにも嫌われてるし空気読まずにシャシャリ出てくるしバカだしうるせえしすぐ切れるしナルシストだしウォレットチェーンクソだせえしそのうち飛騨牛の皮でスニーカー作りそうで怖えけどなんか感動したわブログのコメントたったの5件しか書き込まれてないけど頑張れよ応援してっからなっていう。なんかあれなんだねブログにやっぱり写真載せたいんだろうね渡部さんとかもそうだけど、うん、あの、はい、結構一眼レフみたいなでっけえカメラ持っててさ、あちょっとあれ写真撮らせてくれって言ったらもう一眼レフ構えられてビビっちゃうなんか緊張しちゃうってこだわるな、うん、結構ね面白いねあの人もね、うん、アックスボンバーヘッドアリエさん独裁サイボーグこと香山雄三国家元首の野郎が7月30日沢子の朝に出演をした際こんな身の毛もよだつことを言ってやがりました。あ高校時代僕はねなんで親父に説教されて以来ねいつか仕返ししてやろうと思ってね家でボクシングの練習始めたんですよ。1年ぐらい経ったね親父より背が高くなってきたからね、スパーリング申し入れたんです。ほんでね、顔面をね、ガーって殴ったらね、親父がダウンして鼻血がバーって出たんですよ。おい、はじゃねえよマジか1年間独学でボクシングの練習する集中力もさることながら躊躇なく親父の顔面殴れるって一体どんな神経だ10代の頃にはもう両親でさえ香山を止められなかったというわけか。言っときます。バキのバキマジですげえ。本当オーガとバキの戦いが究極の親子喧嘩というやつでございますかね。素晴らしいですね。ラジオネームプライドチキン、有吉さん高須クリニック院長高須克也先生が、給与未払いを理由に試合をボイコットしようとしていた五輪サッカーナイジェリア代表に対し独自の基金からボーナスを与えることを表明しボイコットを阻止してやがりました、うん、おいおい何やってんだホーヒカットマン
2ヶ月前に俺が送ったツイッターのリプライそっちのけかよ。30代無職です。親からの仕送りでなんとか生計を立てているのですが、今月は握手券のため乃木坂46の CD を30枚ほど購入したためもう残金がありません。先週から深夜になるとエグザイルみたいに真っ黒に焼けたこわもてのマッチョの借金取りが家に押しかけてくるようになりました。助けてください、お願いします。わざわざ長文送った、いや送っただろ。何俺様をガン無視してナイジェリアに金出してんだよ。お前みたいなやつなんか CM で乗ってるヘリから落ちろ。最後絶対落ちねえ。ラジオネーム中ダルデナ、FM 岩手、有吉さん、加山さんが武道館でサライを歌い始めました。号泣のコンペイ師匠の後ろで谷村とにやけ顔で歌ってやがります。にやけ顔って言わない、笑顔というんだそれ。そうね、ラジオネーム見えちゃうから、時任三郎、FM 長野、有吉さん、現在アクアラインを走っている翔英さんですが、現在海ほたるパーキングエリアでアメリカンドッグ、唐揚げの串などの揚げ物バクバク食っています。いっぱい食べて明日もいっぱい頑張るぞって言ってます。こいつ多分ゴール明日だと思って。今日ですよ、今日の10時ですよ。時間も簡単に。ラジオネーム拓吉郎、翔平さん情報です、はい、海からの方が早い、ショートカットだと叫びながら半蔵門に向かって泳いでいきましたが、うん、ポケットに入れているスルメのせいでサメがどんどん集まってます。翔平早く陸に上がる。海なんで海行っちゃうの、ね、トライアスロンになっちゃってるもんな。大変ですね、やばいことになっておりますけれどもね。どうだったんですかね、走り切ったんですかね。どうなんですかね、走り切ったんですかね、走ってらっしゃる、あ、ゴールした。あ、大変者は無事ゴールされたということでね、よかったですね。この9時台からは加山雄三さんにちょっと、ゲストにお越しいただいているということで、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。いつもいつも協力してもらってますけどね。はい、いや、加山さん、いつもありがとうございます。あ、ありがとう。いやいやいや、あなたなんだよ。敵は。元凶。あなたを怖がってんだよ。ね、加山さんにいっぱいメール届いておりますので、ちょっといろいろと読んでもいいですかね。はい。あ、どうも。ラジオネーム、走り熊。おい、加山。お前がどんなにな恐ろしいことを言おうがな、俺は高台にある家の中でこのラジオ聞いてるから安全なんだよ。水の上でしか身動きが取れないお前なんか怖くねえんだよ。ずっと大好きなな、海の上で船長ごっこでもしたろ。我が戦艦甲信丸は水陸両用となりました。なりました。え、お前の家を、お前の家の住所を限定しました。あれ、そんなものまで。今すぐ向かって集中砲火します。逃げて。逃げて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 、もう住所書いたでしょ、このメールに。住所書いたでしょ。書くから。Go to home。あ、サイン出された。でもこの一言で多分甲子丸動くんだ。ラジオネーム満腹ていなり。加山さんが一番最近おかずにした有名人教えてください。おい、リューチェル。リューチェル可愛いね、彼女は。いや、あ、そっか、女性だと思う。とても素敵な、ああ昔鈴木ランランちゃん好きだったからね。ちょっとちょうどなんか鈴木ランちゃん、ランランちゃんの若い頃なので、いつもついつい反応してしまいます。あ、そ、いや、男性ですよなあ、チンペ。はい。言わされてんじゃねえか。言わされてんじゃねえか。教えてください、谷村さん。谷村さん知ってるでしょ。いやー、加山さんはオナニーの勇気。そうなるとわけわかんない。だってオナニーのチャンピオンってよ。なんなんだよ、オナニーのキングオブキングス。わけわかんない。ラジオネーム車にボビー。青い優と黒木春に変わる変わる左右の耳元でクズと小声で囁かれたい。
まあいいかもな、それはいいかもね。まあこれめちゃめちゃシンプルだね。そうですね、うん、こういうコーナーです。そうだね、はい、久々に来たよシンプルなやつ。いいですね、はい、いや初めて来たともういるかもしれない。ラジオネーム弟子の雅彦、川口春奈ちゃんに炭酸強めのサイダーくださいとお願いすると、春奈ちゃんはサイダーとつぶやき、俺の喉仏を親指と人差し指で挟み握りつぶす。白目を向いて泡吹いて痙攣しながらクソとしょんべんたっぷり漏らしてついでに射精したい。バカじゃん。サイダーの話どこ行ったんだ。ラジオネームエモペ、広瀬すずちゃんがお相撲見に行きたいなというので、俺は気分だけでも味わってもらおうと空気を入れて、空気入れを使ってアナルに空気を送り、パンパンに自分を膨らませて朝青龍そっくりになる。そしてごちそうさまですと言って広瀬すずちゃんを喜ばせようとするも、口を開けたら空気が逃げてしまうので口を閉じ、鼻の穴を手で押さえ、お尻の穴もキュッと締めて、広瀬すずちゃんが満足するまで朝青龍をキープし続けた。何言ってんだ、いじめられ方だよ。何でもない、わかんないよ。口から空気入れりゃいいじゃん。いちいちアナルから入れるこいつは。腸が近いから、お腹が出るから、口の方がいいよ。もちろんこれあげよう。パン、ラジオネーム、お皿が乾くの3時間 FM 群馬、おいチンペイ目を覚ませ。お前加山に洗脳されてんだ、ヒゲを剃れば治るから早く剃れ。洗脳の証だったの、あのヒゲ。ヒゲ剃ったら命がなくなる。これ本当嘘ない、ヒゲ剃ったら命なくなる。原始人か。なんで片言になっちゃったの。なんで原始人だ。俺なくなるじゃない。そんな人じゃない。もう洗脳の証だよ。ラジオネームホバーハンド FM 佐賀、おい加山、光進丸は水陸両用、笑わせんな、俺はアメリカ国防省の人間だ、制空権は我が米国の無人爆撃機プレデターが握っている、3秒以内に武装蜂起をしなさい、3、2、バーン。あれ違う、バーン。はあ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 。負けた、国防総省負けたのか。国防総省が。ラジオネームネズミ後輩、爆撃された。おい加山、俺は今飛行機の中にいる、水陸両用といえどもさすがに高度1万メートル来れないだろう、悔しかったらここまで来てみろ。おいゴジラやっちまえ。ゴジラ。嘘。ピーボン。飛行機もやられた。わあ、ゴジラ加山さんのだった。くそ。ラジオネームエモペ。パチンコ競馬競艇、最近だと宝くじ。俺はいわゆるギャンブラー、腕はないが度胸はある。そして今年だけですでに収入の2倍は負けてて、返済の目処は立ってない。笑いたきゃ笑えよ、俺は今気分がいいんだ。なんせ数年ぶりに友達ができたんだ、最高だろ。俺は、彼は俺の一回りほど年が離れているし、前歯もなければ家もない。それでも嬉しかった。そんな友達との出会いはパチ屋の前の牛丼屋。
久しぶりに大勝ちした俺はアホみたいにうまいうなぎを食べていると、なあ兄ちゃん、あんたすごいな、いくら買ったんだ。彼が声をかけてきたんだ。いや本当に嬉しかった。久しぶりに褒められたんだから俺泣きそうだったよ。だから俺は、おっさん、うなぎ食うか、これうめえぞ。すると予想外の返答が。お兄ちゃんは株やってねえのか。今その金貸してくれたら5倍、いや50倍にしてやるよ。あなたには心から信頼できる友達がいますか。俺にはいます。騙されてると思うよ。いますって言ってるから騙されてるよ。それ一番だからね。まあ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 、ね、友達が一番。まあそうだけど、あんまね、友達信用するのもどうね。うん、怖い時もありますから。ラジオネーム騙しやす化身。何か困ったことがあったら先生に言ってこい。すぐみんなの元に駆けつけるから。卒業式の日にそう言ってくれた先生、俺はこの前久しぶりにその先生に電話をした。俺が自分の名前を名乗ると先生は、え、そんなやついたっけと言ったね。覚えられてないのも無理はない、そう思ったが、一応学生時代のあだ名、ナイスバディ、ナイスバディ原人名乗ると、あああのクソデブのナイスバディ原人か。なんだ、どうかした。あだ名で呼ぶなよ。俺は人生で初めてのバイトとしてピザのピザの配達をしていること、そのバイトで店を出てから2時間経つけど配達先の家が見つからないこと、バイクの燃料がなくなったこと、そんな時に卒業式の日の先生の言葉を思い出したことを説明した。いやお前それを俺にどうしろってんだよ。ほんとダメだな、ナイスバディ原人は。俺よりバイト先に電話しろ。そう言って久しぶりの会話は終わった。その後俺はバイトをクビになり、今は家でポケモン GO をやってる。先生にお礼の電話をしようとしたら着信拒否されていたから、ここで一言言わせてくれ、ありがとう。なんでみんな口聞いてくれたりするの。それだけでちゃハードルが低すぎるの。ひどい目に遭ってるだろう。なんだよ。ラジオネーム日本語ラップ。ジムに通ってるおばさんで頑張ってる人見たことないんだよな。井戸端会議っていうね、あ、まあ、側面もあるんでしょうね。それはね、そうずっと喋ってるんだじゃん。まあでもだって自分、まあでも50だ60だのおばさんがバン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 走っててもな、ちょっと怖いっちゃ怖いな、無理しないでよと思うしな。心配になりますね。さあゆっくりしてるぐらいの方がなんか安心はしますよね。ラジオネーム日本語ラップ。ネックレスしてる人全員怖く見えるんだよな。未だに男男性がね、ちょっとまあ 金のね、金服みたいなやつわ、まあ、かりますね。確かにそんなことないけどね、さすがに。ラジオネーム七ボーイ。私子供好きなんだよねって言ったのに俺と子作りすんのは嫌がるんだよな。そういうことじゃないからね。また難しいな。ラジオネーム時忍三郎。武蔵小杉の飲み屋街でチャラついた集団に殴られたんだけど、中目黒から一本だし、多分あれ LDH の誰かの仕業だと思うんだから。EXILE 武蔵小杉で飲んでるイメージないだろ。なんで一旦武蔵小杉って言うんだ。ラジオネームエモペ。バイト先の売り上げほどどうでもいいものないんだよな。分かるな。そうかな。そうだね。だからね、俺ね、20歳の時にね、下北沢のステーキ屋さんで働いてた時ね、うん、マスターがね、
ある程度のね、金額売り上げね、ちゃんと教えてくれんのよ。今日はいくらだったとか、はいはいはい、今日は4万8千いくらだとか、うん、今日10万いったぞとか、いろいろ教えてくれて、うん、何万か超えたら、うん、ボーナス出してくれんのよ、その日に。1000円だったり2000円だったりとか。めちゃめちゃだから頑張ったよ。売り上げ上がれって。株上がれじゃない。小渕総理みたいな感じ。まあいろいろあるだろうけどね、それはそれはコンビニでそういうわけにもいかないだろうしね、うん、まあそれは個人経営の店だからっていう、うん、まあいろんなやり方もあるんだろうけど、うん、いやでもだって普通はそうだよな。そうですね、いくらだろうと別に時給変わんないわけだからな、うん、いやそれは忙しくない方がいいぐらいだろうな。そうね、うん、やっぱそうカラオケボックスだもんね。そりゃそうですよ。頑張れよ、貢献してあげろよ。もっとお客さん満室にしないとって言われても困るんですよ。最悪だな本当に。この人数でとかもあるのしな、ラジオネームラッパーザキバチョフ。履歴書は一切書けないけど AV のレビューだけは何時間でも書けちゃうんだよな。才能だぞお前。めちゃめちゃすげえ才能だから、なんかそれ仕事に生かした方がいい。確かに、ね。確かにラジオのサンチョ。みんながコーヒー頼むから俺も頼むけど、だいたいその日の夜お腹壊すんだよな。いいよ紅茶飲みなよ。そうそう、コーヒーは受け付けてないのよ。なんかその、うん、俺らも気づかないからさ、症状が軽いから気づかないけど、そういうアレルギーチェックするといろんなもんアレルギーだって言うからね、人ってね。ああ、だからやっぱりちょっとまあそういうのあるだろうね。カノエイコなんて一番かわいそうだね。ご飯もアレルギーで、お米もパンもダメなんだぜ。何アレルギーないものっつったら、肉と魚ですって。肉と魚だけアレルギーないんだって、でもそれでお米は食べれないってことですね。あとはでもほとんどのもアレルギーあるんだよ。だからまあそれは症状がね、強くなかったり弱かったりするからそれぞれなんだけど、かわいそうだな。麺とかもダメ、ね、麺もダメな、小麦もダメなってことからね、かわいそうだね。さあというわけで、以上の稲葉の汁もない小池先生。2020年に向けて童貞に優しい都市にしてくれますか。もししてくれたら鳥取を捨て東京に引っ越します。約束します。約束してくれた。聞きましたよ。つきましては、童貞の皆さんには、そういったあ、まあ、風俗の充実まずね、石原前都知事がですね、非常に浄化作戦ということで、はい、歌舞伎町を寂しい街に してしまいました。はい、確かに確かに。私はここに宣言いたします。歌舞伎町風俗宣言をいたします。うわあれはまあなの。俺は盛り上がる。ラジオネーム水亀座。アリューさん、今週発売された週刊プレイボーイにて、抱かれたい女性政治家ランキングなるものが掲載されていたのですが、例のあの自己顕示欲の強いあの方も入ってやがったので、ここに紹介します。お1位、おイタリアローマ市長ビルジニア・ラッチ38歳。ああ、世界の、はい、2位五輪担当大臣丸川珠代45歳。3位、参議院議員蓮舫48歳。4位、防衛大臣稲田朋美57歳。5位、東京都知事小池百合子64歳。 おいおばさん5位だってよ。よかったじゃん。なんかここアナウンサー時代からおばさんのことあんまり好きじゃないけど、とりあえず風俗街の活性化だけはよろしく頼むじゃん。おばさん。おばさんよ周り。おばさんだなんてね、本当に小池さん落ちた。ご冗談がうまくて本当に岡田さんに比べて非常にご冗談がお上手で。本当に笑っちゃいます。いいですそんな。いや本当に笑っちゃうわ。私のね、もう本当に小池グリーンのね、縄で首絞めちゃおうかしら。怖いな。怖い怖い。小池グリーンの縄ってなんか帯とかなら分かるけど、縄ってなんだよ。ありがとうありがとうありがとうな、いつも本当にありがとうな。ありがとうありがとうありがとうな、
いつも応援ありがとな。そのラーメン。ありがとな。そのラーメン。ありがとな。そのラーメン。ありがとな。ストップ。そのラーメン。ありがとな。そのラーメン。ありがとありがとありがとな。ラーメン禁止。禁止ラーメン。禁止禁止禁止ラーメン。ラーメン禁止禁止ラーメン。ラーメン禁止禁止ラーメン。そのラーメン。ダイエットソングみたいな。ストップ。そのラーメン。